三国町福井県堺市が設置している地域自治区の一つ、堺市を参照。かつて福井県堺郡にあり、現在の1奥行きとしていた町、本校では2について記している。三国町は、かつて福井県堺郡にあった町、九ず川の川口周辺に位置していた。かつては北前船の拠点であり、現在では越前ガニや甘エビなどの水揚げや、 名称東人坊で有名な港町である。港付近の狭い路地には昔ながらの町並みがある。その北の東人坊、大島、越前松島と継承が続く海岸はもとより各種の娯楽施設や祭事などがあり、観光に訪れる人が多い。2005年国勢調査による平均年齢は44.8歳。2006年3月20日、堺軍に属する丸岡町。 春江町、堺町と合併して堺市となった。福井市の北西側に位置し、日本海に面していた。漁港区ズリ川川口お島化学工業が盛ん。観光関連の就業者も非常に多い。港湾農業稲作は南東部の平地を中心に行われているが、町全体的には起伏が多く、南部海岸近くは砂丘となっており、 水はけのいい地面に適した、落郷、スイカなどの路地栽培。北部の丘陵地は、畑作や畜産が目立つほか、出荷向けの芝生を生産しながら、その一部を利用し、遊園地を経営している企業もある。漁業日本海中央部まで向かう、甘エビの底引き網漁以外ではズワイガニ、カレー、ハタハタなど沿岸漁業を中心。また、海岸付近でサザエ、ワカメ、ウニ、 アワビなどの素潜り漁が行われている。冬に5メートルを超す高波が海岸へ押し寄せるため、定置網漁や養殖は行われていない。歌川広重、三回見立て相撲市全三国。ありがとうございます。